回はホースドリルとオタマドリルのコラボレーションです。今回はホースドリルとオタマドリルのコラボレーションをしたいと思います。ホースドリルのいい点とオタマドリルのいい点をコラボレーションすることによって、より室内練習で正しいイメージが身につくようになります。では紹介していきましょう。おさらいですね。ホースドリルのおさらいをします。この反っている方を上にしてアドレスしますね。でテイクバックをして、左ポケットが左斜めに動くことによって左側でホースが動く、右側をリリースさせないでこのまま左足を動かして左側でヘッドが走る、このように練習します。そうすることによってタメができて、左側で解放されることによってダウンブローが生まれます。そういった動きを意識しないで勝手に体が動けるようにするためのホースドリルです。続いて、オタマドリルですね。オタマドリルはハンドファーストを意識するということです。ほとんどのアマチュアの方がヘッドリリースをしやすくなります。フェースがまっすぐあると、それをぶつけに行きたくなってしまうので、お玉ぐらいのこの角度が必要です。お玉を横にしてグリップします。テイクバックをして左足で持っていきます。そうした時にすくう面が目標方向に向く、これぐらいを大げさにイメージします。そしてここからお玉をひっくり返します。そうするとすくう面が下を向きます。このように動かしていきます。ここまで来てひっくり返す。でそうするとハンドファーストをより意識しやすくなります。これぐらい大げさにすることによってインパクトの時にしっかりハンドファーストが意識しやすくなります。どうしても当てにいってしまう方が多いと思うので、これでしっかりとハンドファーストを覚えてあげましょう。オタマドリルはハンドファーストをより深く意識するために必要な練習ドリルです。この2つのいいところを、コラボすることによってより再現性の高いいいスイングが出来上がります。反っている方を上にしてオタマをこのようにつけます。そしてアドレスをします。テイクバックまでは一緒ですね。で左へポケットが斜め後ろに行くというのも一緒です。ここでお玉のすくう面が向こうを向く、そしてひっくり返すということをすると、このホースが左側で大きく振れます。お玉だけだと遠心力を感じにくいので、このホースがあることによってフェース面も意識しやすく、ヘッドも走った感覚がある、このコラボレーションがこのホースドリルとオタマドリルのコラボレーションで生まれます。ではやってみます。このように振ります。オタマの面だと、あ、しっかり向こうに向けてるなという意識が湧きやすくなります。で、オタマをひっくり返すと、あ、この形になってるなっていうのが意識しやすくなるので、しっかりとテイクバックをして左足で振る、左へポケットが後ろに行くようにして進んであげるとハンドファーストをキープしやすくなります。そしてホースが左側で振れるように、左側、そしてお玉をひっくり返す。このお玉ドリルとホースドリルをコラボレーションすることによって、より再現性の高い、いいスイングが出来上がります。皆さんも室内練習でホースドリルとオタマドリルのコラボレーションをして練習場に行ってみてください。そうすると
体がしっかり動いてくれるのでナイスショットができるはずです。皆さんぜひ試してみてください。